皆さんこんにちは、林恒博です。本日はスポーツビジネスにおけるこの経営資源という考え方についてご紹介したいと思います。まあ一つスポーツビジネスもですね、そのビジネスを実施している事業体という、まあ、会社であったりとか非営利法人だったりとかというような団体だったり組織というものがそのビジネスを行っているわけです。じゃあビジネスをそういった組織が行うためには、まあ、何らかの資源、元となる、まあ、原資というかですね、元になる、まあ、材料とは言いませんが、そういったものが必要になるというわけですけども、そうした場合にじゃあその組織がどういうもので作られているかというような見方をしていくことが必要になるんですね。で、そういう組織を、まあ、見ていく中で、この経営資源ということが出てきます。その経営資源という考え方で、まあ、これまで、大きく分けますと、この人、物、金というような、この3つの要素によって、構成されているというふうに言われております。で、この人に関して言えば、例えばプロスポーツチームにおいて、を事例に挙げますと、当然選手であったり監督であったり、そういうスタッフも含めて、まあ、そのプロスポーツチームという会社の資源になるわけです。さらにはその従業員ですね、プロスポーツチームは選手と監督だけで成り立ってませんで、当然チケットを売る人、スポンサーを集めてくる人、それから試合当日、試合を運営する人など、多くの人材によって構成されています。まあ、それらの人たちを含めて、まあその組織における経営資源の人の資源であるという言い方をするわけです。では、物という考え方ですが、まあ、物っていうとスポーツビジネス、特にプロスポーツチームにおいては、例えば、練習会場ですね、そこはまあ施設になるわけですけども、それも重要なプロスポーツチームがそのサービス、プロスポーツチーム試合を見せるというサービスを創出していくためには十分に必要な資源になってくるわけです。練習会場あるいはクラブハウスですね、まあ、もちろんゴールとかボールとか、まあ、そういった小さなものもありますけども、大きく言うと、まあ、施設ですね。例えば最近ですと自ら自分のスタジアムを持っているというようなクラブも、まあ、世界的に見てもあるわけです。そういったいわゆるハードと言われるものがその経営資源の中でもいわゆるものと言われるものになってきます。で最後に、まあ、金ですけども、まあ、これは言うまでもありませんが、さまざまな事業をそのスポーツ組織体がやっていくためにはお金が必要になります。物を買わなきゃいけない、あるいはそもそも広告を打つためには、広告費を払わなきゃいけないとかですね、お金はありとあらゆるところでそのスポーツ組織が何かを行おうとするときには必要になるわけですね。選手を獲得する、あるいは給料を払うというようなことも含めてですね、本日はそういうスポーツ組織非営利だろうが営利だろうが、まあ、そういった組織はこういう経営資源といわれる人、物、金というもので構成されているというようなモデルですね。これをご紹介しました。ぜひ自分たちの組織がどういう経営資源で構成されているかというものも考えてみてください。